ちは、レアルステイトの木上です。熊野です。今日は6月20日にレアルステイト清塚店が移転オープンして、人事異動があってお清塚店メンバーが決まりました。それで今日は決起会をしますので、ぜひどうぞご覧ください。せーの、乾杯。仕事慣れてきましたか？はい、はい、なんとなくできました。できることが増えてきて、それが楽しいです。そうですよね、はい、でも最初の頃のありがとうございます。最初入ってきてサロン入りしてて、はい、結構パニックそうよね、焦りが。それに比べたらもう全然余裕じゃないですか、うん、心の余裕が、うん、そうですどうぞ。ありがとうございます。心の余裕出てきますよね、はい、嬉しくなるのは最後の対戦です。はい、結果出たとか、結果出たとか、うん、それで言ったら私はキープが減ってきてくれた時が一番嬉しい。最初のキープでお願いします、減ってきてくださいって言った時にちゃんと減ってきてくれた時が一番好きです。同じく、うん、私の抱負は何事も一生懸命にやって一歩ずつ成長を積み重ねることです。私は知らないこととか分からないことが人よりも多いので、一個ずつ自分のものにできるように毎日学びを拾い集めて頑張ります。頑張ってる私の姿を見てみんなにも頑張ってもらえる。私の方法は、私は負けず嫌いなので、誰にも負けないような施術をしますので、お客様も日々頑張ってくださいませ。以上です。私は管理用紙として入らせていただいて、お客様に聞いてよかったわ、来てよかったわって言われることが、まあ、一番入らせていただいてやりがいを感じています。管理栄養士の大学で管理栄養士の勉強してたんですけれども、その栄養指導も役に立っていますし、これからもっともっと勉強、私自身も勉強して多くのお客様に幸せを、結果をお出しできるように頑張りますので、よろしくお願いいたします。ぜひ皆様のお越しをお待ちしております。もしよろしければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。またインスタやツイッターもございますので、フォローよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。